ブルゴーニュ王朝。ブルゴーニュ王朝は、1143年から1383年まで、ポルトガルを支配した、ポルトガルの歴史上最初の王朝である。ブルゴーニュ、ブールゴーニュはフランス語名であり、ポルトガル語に基づいて、ボルゴーニュ王朝、ディーノスティア・デ・ボーグナとも呼ぶ。王朝の名前は、創始者である、アフォンソン一世の父親アンリが、ブルゴーニュ出身であることに由来する。 カスティーラ王国及び、レオン王国の王朝にも同じく、ブルゴーニュ、ボルゴーニャ王朝と呼ばれるものがあるが、起源が異なる。ポルトガル王国の起源は、イベリア半島における、キリスト教国のレコンキスタ、国土回復運動に始まる。アンリの死後、ポルトガルでは、ガリシアの大貴族、トラバスケが勢力を広げ、在地の貴族たちは、ガリシアの拡大に抵抗を示した。 ポルトガルの貴族、サンティアゴ大司教の干渉に不満を抱くポルトガルの司教たちは協力して外部の勢力に抵抗し、彼らはアンリとテレサの子、アフォンソ、エンリケス、アフォンソ一世を指導者選出した。アフォンソ一世はいとこであるカスティーリアイコールレオンのアルフォンソ七世、在位、1126年から1157年からの独立を試みる。 1139年にオーリ家の戦いで、村アビ人町に勝利した後、アフォンソ一世は、ポルトガル王を称した。ローマ教皇の仲介により、アルフォンソ七世も1143年、サモラ条約により、ポルトガル王位を承認する。しかし、カスティーライコールレオン、皇帝を自称するアルフォンソ七世は、小王国への総主権を有しており、ポルトガル王国は、 カスティー・デイ・コール・レオンよりも下の地位に置かれていた。アフォンソ一世は国際社会における立場を改善するため、教皇アレクサンデル三世と封建的主従関係を結び、1179年にローマ教皇庁から正式に国王として認められた。アフォンソ一世の知性では、首都コインブラを本拠としてレコンキスタが進められ、1147年にアフォンソ一世は、 イスラム教徒からリスボンを脱取した。モンデゴカワイ北では、プレスリア、自由小土地所有者の中から現れた、平民騎士、カバレーロ・ビランが、レコンキスタの主戦力として活躍し、モンデゴカワイ南の地域では十字軍騎士と、騎士おさむかいが戦争と植民に従事していた。レコンキスタによる南下はさらに続き、1168年までに、アレンテージョ地方全域が、 ポルトガルの支配下に入った。西方十字軍の呼びかけに応じた国外の兵士も、ポルトガルのレコンキスタに参加し、ポルトガルは1147年のリスボーン奪還から1217年のアルカセルドサル奪還までの6度の戦闘で彼らの支援を受ける。また、イスラーム勢力との戦いはその後も一進一退を繰り返したが、1212 12年にナバスデトロサの戦いで、 キリスト教軍が決定的な勝利を収め、キリスト教諸国の南下はより進展する。三種二世はアレンテージョ全土を回復し、1238年にタビラ、カセーラ、東、アルガルベを奪還した。1249年にポルトガルの国土は南部海岸に達し、イスラーム勢力の飛び地となっていたアルガルベ東部のファロとシルベースを陥落させたことで、 ポルトガルのレコンキスタは完了する。一連のイスラーム勢力との戦争で国王と領主が獲得した富の多くが大聖堂、修道院、教会などの宗教施設に充てられ、12世紀半ばから13世紀半ばにかけての宗教建築熱と技術の発展を促した。また、レコンキスタの過程で奪還した土地では、イスラーム的な中央集権制度を望む国王と特権を求める。 封建貴族の対立が表面化していく。南部からイスラーム勢力を駆逐した後、ポルトガルはカスティーリアとアルガルベをめぐって争うが、1267年までにアルガルベの領有権を確保した。三種二世の知性にポルトガルは混乱期を迎え、1245年に三種二世は教会から敗位を宣告された。 代わって国王に擁立された三種二世の弟、アフォンソ三世は混乱を収集し、1249年にレコンキスタを完了させる。1255年、アフォンソ三世はコインブラからリスボンに遷都した。市民の反発を受けながらもアフォンソ三世は、リスボン市内の国王の権限を拡大し、ポルトガル王はリスボンの最大の庇護者となる。 次のディニス一世の知世に、ポルトガル中世の繁栄期が訪れる。1289年に国王と聖職者との間に協定が結ばれ、アフォンソニ世の時代から続いていた教会との構造が収束する。中央集権化を進めるために、ポルトガルにローマ法が導入され、複数の国にまたがって活動する騎士団勢力は王権の支配下に組み入れられた。 リニス一世の地下では植民と観客が推進され、多くの入植地に定期市の開催を認める特許状が発布されて国内交易が活発になる。農業の発達による収穫量の増加は国内外の商業の発展にもつながり、ジェノバ、フィレンツェなどのイタリア商人が王国内で本格的な活動を始める。1295年から1297年にかけて ポルトガルは長らく友好関係にあったカスティーリャと交戦し、アラゴン王国と連合して、カスティーリャの内戦に介入する。戦争の結果、ポルトガルハトカンの地域を獲得した。また、1297年に締結されたアルガニセス、アルガニゼス条約によって、ポルトガルとカスティーリャ王国との国境が確定し、この条約によって引かれた国境線は、 ヨーロッパ最古の国境として長らく存続し続ける。海運の安定化を図るために保険制度が創設され、1317年にはジェノバ人マヌエル・ペサーニャを招兵して軍が増強された。14世紀中頃にヨーロッパ、地中海世界で流行したペストは1348年にポルトガル王国でも流行し、王国の人口の約3分の1が失われた。 労働人口が減少した農村部では、領主の搾取に抵抗する農民一揆が各地で頻発した。労働力の確保を求める貴族、領主は国王に迫って、農民の移動を制限する法令を発布させたが、効果は現れなかった。この危機の中で、リスボン商人をはじめとする一部の富裕層は輸出で利益を上げ、国王は彼らの支持を得ようと頻繁に、コルテス、 身分制議会を開いた。1345年に即位したフェルナンド一世はカスティーリアの王位継承問題に介入し、三度に渡って戦争を挑んだが勝利を収めることができなかった。フェルナンド一世はカスティーリアの王位継承権をイングランドエドワード三世の息子であるランカスター・コージョン・オブ・ゴーントに譲り、カスティーリアはフランスと同盟したため、 カスティーリャ王位をめぐる戦争は100年戦争の展開と連動する第一次カスティーリャ継承戦争。また、1378年からの境界大分裂の中でポルトガルはローマとアビニョンの強行を交互に支持しが、戦争と境界大分裂はポルトガルに大きな痛手を与えることになる。戦争に敗れたポルトガルの国土は荒廃し、海軍は壊滅した。 このため、フェルナンド一世は、娘のベアトリスを、カスティーリア・王子フアン、後のフアン一世のもとに嫁がせなければならなくなった。フェルナンド一世は、ディニス一世への路線を継承した、経済政策を実施し、外交とは反対に一定の成果を上げた。1383年に、フェルナンド一世が没すると、後継者問題が生じてポルトガルは、政治的危機に見舞われる。 国内は、ベアトリスの母である摂政、レオノールの派閥と、ペドロ・一世の諸子であるアビス騎士団長、ドン・ジョアンの派閥に分かれ、大貴族は、前者、中小貴族と都市民は後者を支持した。1383年12月に、レオノールの派閥を支持するカスティーリアのフアイセイが、ポルトガルに侵攻すると、大法官、アルバロ・パイスト・リスボン市民の一部は、ドン・ジョアンを、 ポルトガルの指導者に擁立し、ジョアンの擁立に連動して、各地で民衆の暴動が発生した。1384年1月に、レオノールがサンタレンに侵軍した、フアン一世に、ポルトガルの統治権を譲渡すると、国内は、カスティーレを支持する大貴族とジョアンを支持する、仮想民、富裕層、中小貴族に分かれ内戦が始まる。ジョアンのこもるリスボンは、フアン一世の包囲を受けるが、 カスティーリャ軍内でペストが流行したために包囲が解かれる。1385年5月にコインブラで開催されたコルテスでジョアンがポルトガル王に選出され、ジョアン一世として即位し、アビス王朝が創始された。他の西欧の国家と比べて、ポルトガル国王の王権は強く、多くの直属の家臣と最高裁判権を保有していた。 1281年の王帝、ドン・アフォンソの反乱以後、14世紀から15世紀にかけて、ポルトガルでは、バシバ、国王の兄弟、息子が、中央政府に対して、反乱を起こしているが、一連の反乱は、他のヨーロッパ諸国で発生した、封建闘争との類似性を指摘されている。財産と土地を所有する、教会勢力、レコンキスタの過程で領地を獲得した、 騎士修道会は王権に対抗できるだけの力を持っていた。大貴族、リコ王面は、戦闘において、自らの家臣を率いて、国王従軍することを義務付けられ、義務の見返りとして、領地内での完全な裁判権、冬不,不入権などの様々な特権を認められていた。アフォンソ二世以降の国王は、貴族勢力、聖職者の抑制を試み、県知、インキリさんと、 所領確認制、コンフィルマさんを実施した。インキリさんとコンフィルマさんに抵抗する教会は、ポルトガル国王に波紋の処分を下したが、なおも検知は続けられ、多くの生族貴族が王権に屈した。貴族が有する、封建的特権の証明の提出、ディニス一世によって作成された土地大帳により、領主権の伸長は抑制される。また、貴族のうち、 中貴族、インファンさん、騎士、カバレーロは、ポルトガルのレコンキスタの終了に伴い、没落していった。貴族階級が必要とする多額の出費に対して1340年に、写資禁止令が交付されたが、この法令は、封建制度によって支えられていた貴族の基盤の揺らぎ、労働者階級の台頭への不安を表していると、考えれている。 レコンキスタの過程で大きな役割を果たしたテンプル騎士団、ホスピタル騎士団、カラトラーバ騎士団、アビス騎士団、サンティアゴ騎士団などの騎士修道会はレコンキスタ終了後もポルトガルの代表遠領主となった。リスボンへの戦闘によってポルトガル南部の重要性が増した後、ポルトガル王は南部に領地を持つ騎士団と協調を図りながら政策を展開し、1312年に テンプル騎士団が解散させられた後、国王は、テンプル騎士団が保有する財産の流出を防ぐため、1317年に、ポルトガルに拠点を置く主イエス・キリスト騎士団を創設し、テンプル騎士団の財産をすべて移管した。ポルトガルのレコンキスタが終了した後も騎士団は、小園領主として19世紀に至るまで存続し、ポルトガル南部地域における大土地所有制の始まりとなった。 王家の信仰を集めるアルコバーサ修道院やコインブラのサンタクルス修道院など教会勢力も寄進によって大正園領主となった。1348年の国死病の流行後、神の助けを求める多くの貴族や領主が教会や修道院に寄進を行い、教会勢力のもとに多くの土地が集まった。アフォンソ2世とアフォンソ3世は教会の権限を抑制するため、 聖職者法廷の廃止と聖職者裁判の一般化を要求した。モンデコイホ北でのレコンキスタに参加した平民騎士は兵力の提供と引き換えに様々な特権を与えられ、彼らは後にオーメンボンと呼ばれるようになった。辺境の防衛組織、征服地に形成された植民の自治共同体はコンセリオと呼ばれ、オーメンボンで構成される議会の指導下に置かれていた。 王領内の集落はすべて、混成領とされ、税制、上級行政、集落内の生産手段の権限は、国王が有していた。国王、領主、高位聖職者ら土地の所有者は、多くの人間を呼び寄せるために、緩やかな当地宿必要に迫られ、多くの特許上、ホラルや特権を付与した。都市や村落に成立した根性領は、国王や領主からホラルを授与され、租税、 裁判に関する権利と義務が制定された。1254年にレイリアで開催されたコルテスには有力混成領の一員として初めて平民の代表者が参加した。平民階層には平民騎士のほかに自営の農民、省援の労働に従事する農土、手工業者、商人、日雇い労働者などの区分が存在していた。農度の多くは解放されるか、あるいは 領主の元から逃亡し、植民地や都市に移住した。ポルトガルには、ユダヤ教とイスラム教とのコミュニティが存在し、差別を受けながらも彼らは、宗教、伝統的な習慣を継承していた。中でも、金融、医術に携わるユダヤ教徒は、ポルトガル社会に欠かせない存在だった。一方、イスラム教徒は、レコンキスタ終盤の急速かつ苛烈な弾圧を避けて、 国外に逃れた。ポルトガルの征服地からイスラム教徒の領主は消えていき、郊外に移住したイスラム教徒には税金が課せられた。レコンキスタから3世紀が経過した後、イスラム教徒のほとんどはキリスト教に改修したが、農村では彼らの組織が継承されていく。ディニス一世の時代、従来のポルトガルで行われていた移動を伴う、牧羊に代わって開墾が進み、 多くの新しい村落が作られた。収穫の増加に伴って各地で定期市が開かれるようになり、フランドルやイギリスへの輸出も活発に行われる。しかし、商業に比べて主工業の発達は遅れており、国王や混成領からの介入によってギルドに相当する職人組織もまだ現れなかった。ディニス一世の時代には銀、鈴、硫黄の鉱山の開発が進められ、 鉄の採掘が許可制にされて生産量の5分の1が国家の取り分とされるようになった。1303年にはイングランド王エドワード一世よりポルトガル商人はイギリス内の港湾における特権を付与される。主な輸出品としてはワイン、オリーブ油、塩、イチジク、アーモンドが揚げられる。隣国カスティーリャからは 織物と穀物などが輸入され、イベリア半島外のフランドル、イギリス、フランスからは織物や木材が輸入された。ポルトガル・カスティーリアの小取引は両国の国王から保護を受け、カスティーリアから輸入された穀物はポルトガルの基金の解消に貢献した。ポルトガルの海上交易はリスボン・ポルトの商人たちが担い、交通の便が良く、良好を有するリスボンは 経済の中心地として発展を続けてゆく。1270年代からポルトガル貿易に乗り出したイタリア商人たちによってポルトガルイタリア間の交易は統制され、さらに彼らは北ヨーロッパ諸国との交易において仲介者となったため、ポルトガル商人は北海交易における活躍の場を失った。政府によってイスラーム世界との交易は禁止されていたが、 それでもなおイスラーム世界との交易は活発に行われ、国内にはイスラーム国家の金貨、銀貨が流通していた。しかし、14世紀に経済の成長は停滞し、人口の増加は食料の不足と物価の高騰をもたらした。国史病の流行によって労働力が減少した後、収益率の高いワイン、オリーブ油が穀物よりも優先して生産されたが、 都市部での穀物の需要は増加しており、この時代より先ポルトガルは長らく穀物不足に悩まされる。国王と教会の対立にもかかわらず、ポルトガル市民の生活、ポルトガル文化は、カトリック教会の影響下に置かれていた、ポルトガル文化の中心となったクリニー修道会、死党修道会は、国の保護を受け、土地が寄進された。モンデゴカワイ北の地域では、 コインブラ大聖堂などの十二世紀に流行していた素朴なクリニーロマネスク様式の建築物が多く作られた。一方南部地域ではゴシック様式の建築物が多くアフォンソ一世の寄信によって建立されたアルコバッサ修道院はロマネスク様式からゴシック様式への過渡期に完成した中世、ポルトガル最大の建築である。 ポルトガルにおいてはレコンキスタが早い時期に完了したため同じイベリア半島のキリスト教国と比べて純粋なイスラーム建築物は少ないメルトラノノッサセニオーラダ・アヌンシアサオン教会はメスキータ、モスク、イスラームの寺院をそのままキリスト教徒の教会として使用している建物である三種一世の知性から先宮廷では 死と音楽が発達していくリスボンに遷挙したアフォンソ3世の知性から宮廷がポルトガル文学の中心地となり、ディニス1世は宮廷に出入りする詩人を保護しただけでなく、自らも詩作をたしなんだ。13世紀末のポルトガルでは、南フランスからトルバドゥール文化が伝わり、イスラム世界の死の影響を受けて、独自の発展を遂げる。13世紀までは、 トルバドゥールの歯科は交渉で伝えられてきたが、ガリシア・ポルトガル語で作品が記録されるようになり、トルバドゥールが生み出した歯科は、ジョグラルと呼ばれる大帝によって読み上げられた。ブルゴーニョ王朝期の代表的な歯科には、カンティガスデアミゴ、カンティガスデアモールが挙げられる。カンティガスデエスカルニオイ・マルディーゼルは、序章的な前の二作と異なる風刺の詩であり、当時の社会を知ることのできる資料にもなっている。 トルバドゥールの活躍はポルトガル語の成立に影響を与え、レコンキスタを経て、ガリシア・ポルトガル語は、モンデゴ・カワイナンに居住していた、モサラベ、イスラーム勢力下のキリスト教徒の言語とは去り、ポルトガル語に分化した。ディニス一世の知性にポルトガル語は、ラテン語に変わる、公用語として採用され、公文書で使用されるようになった。1290年、ディニス一世によって、 ディスボンにコインブラ大学の前身であるエストゥード・ジェラルが設置された。エストゥード・ジェラルでは法学、文学、論理学、医学が教授され、修道院に設置されていた聖職者を養成する学校とは異なり、国政に携わる世俗の人間の教育機関として機能していた。しかし、エストゥード・ジェラルの教育水準は他の西欧の大学に比べて低く、14世紀に リスボンコインブラの間で本部の移動が数度行われたために衰退していく。学生と教授には多くの特権が与えられたが、それらはすぐに乱用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。